い、ボブちゃんです。おはようございます。もう昼過ぎてるからこんにちはでございます。本日デイ2ですね。デイ2、今翔さんとパンクさんのところに向かっております。昨夜は、私のキャス配信とアメトラさんの YouTube ライブにお越しいただきました。ご視聴様の皆様ありがとうございました。あと新たにチャンネル登録をしていただいた視聴者の皆様どうもありがとうございました。これからも配信の方を続けてまいりますのでよろしくお願いいたします。今日はどういう風にするっていうのは全然決まってないというか聞いてないんですけど、着いてからどっちに向かいましょうという話をしようと思うんですけど、昨日は海が見たいということで結構海っぺりを走ったんですけどね、今日はどういう風にされるのでしょうかね。ということで行ってみてから決めますねと思っていますけど、これは自然渋滞ですね。この区間は休みなんですかね。土日月金なんでしょうね。全然開墾のトラックさん少ないですね。今日は1台、その向こうのやつはあれは参拝ですね。参拝、反対からも開墾のトラックが全然上がってこないってことは今日は休みなんですね。土日休み、労働組合がしっかりしてるからそういうことになっているんでしょうね、きっとね。あ、1台上がってきた。昨日はびっしりいたんですけどね、今日はいませんね、トラックの姿。ってかなり違いますね。フードフォレスはスーパーマーケットのトラック全然いませんね。目の前まで、ね、トラック買い物ということでございます。またお宿の方に着いたらそこから配信始めます。それでは、はい、パンクさんとアメトラさんがお泊まりのお宿に到着いたしました。オンタイム2時ジャスト。ホテルのフロントに行く前にゆうゆうさんとキャスにご参加の皆さんに特別企画、エボちゃんに会いに行きましょう運転手さんに会いに行く前にトラックのエボちゃんに会いに行きます。あ、ミキさんおはようございます。ちょうどよかった、ちょうどよかった。パンクさんのトレーラーエボちゃんでございます。エボちゃん、エボちゃんおはようあ、もうこんにちはか。
また来たよ、エボちゃん。シェビちゃんがこんにちはって言ってます。ねえ、かっこいいっすよね。ねえ、すごいっすよね。53フィート目いっぱい長いやつですね。じゃじゃーんとね。それで今アップしてる動画にも このシーンあるんですけど、黄色いステッカーの右下見えます？黄色いステッカーの右下のね、じゃじゃーんっていうやつ見えるかな。あの黄色いステッカーの下のところにもう一個あるステッカー、あのドアのヒンジの調子がいいところ。見えないかな、見えるかな。あれなんですよ、おじとらさんの、妻越え船団のねステッカーなんですよ。あれが俺ももらってるんですけど。あそこにね妻越え船団のステッカーがあるんですよ。アメトラさんとアメトラさんがパンクさんにあの渡したんですけどね、その YouTube のビデオもあのパンクさんのところにあるんですけど、エボちゃんでございます。エボちゃんはなんでエボちゃんというかっていうと、このトラックのね、名前が、会社はフリートライナーという会社、三菱ふそうと提携ですよね、ダイムラーのフリートライナー、カスケードっていうトラックなんですけどね、フリートライナーカスケード、ごめんなさい、カスケーディアっていうトラックなんですけど、そのカスケーディアのエボリューションっていう、まあ、ちょっとグレードのいいやつですよね。それで、これ自分のこの車をシェビちゃんって呼んでるんですよって言ったら、パンクさんも、ああ私もエボちゃんって呼んでるんだよって言って。それで俺がもうね、なんかシェビちゃん、エボちゃんでやってるんでございます。回りきらない。はい、それじゃあちょっと時間オーバーしてるのでいきますね。こっちはボルボですね。これは昨日は違うトラックがここに止まってたんですけど、今日はカイコンさんが多分港が閉まってて降ろせないのじゃないかな。それで月曜日までもうゆっくりしようかなって感じですかね、もしかしたら。昨日は裏側から裏ルートから侵入して背中向きだったんですけどね、今日は正面から行きましょう。昨日と反対から。ここに出てらっしゃったんですけどね、今日はなんか中入ってるかな。
かって言わないからそこに座ってるからもしかしたらなと思って、なんだろう、ミキさん、ユイさんがおはようって言ってますよ。あ、パンクさんだ。あ、そうなんですか。はいはい、わかりました。おはようございます。うん、パンクバンクさん登場でございます。外向きですけどね。今あの裏行ってあのみんなにあのエボちゃん見せてた。特別に運転手さん迎えに行く。おはようございます。お疲れ様です。今キャスやってます。外向きですけど。あ、キャス。うん。何名さん、ミキさん、パンクさん、おはようございます。あ、ゆうゆさんもいるじゃん。うん、ゆうゆさんもいらっしゃいます。どうもどうも、おはようございます。そうそう、あ、というか外の景色だね。あ、今ね、こ今外向きしてますね。はいはい、あ、それで内向きでもいいんですけど、変えてもいいんですけどね。誰と誰、ちょっと待ってな、見えるかな、これちょっと邪魔かな、これ。今内側向けました。おはようございます。ゆうゆさん。そうそう。あ、そっちで見れるんですよね。そう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 。山崎さん、どうもどうも。ミキさんですね。ミキさんですね。うん、あと圭吾さん。はい。あとは圭吾さん。圭吾さん。うん。圭吾さん、千葉の電気さんって言ってますよ。これがちょっと邪魔なんですけどね。あ、まあまあでも、うん、どうもでーす。そうそう、ホルダーのあれの加減でちょっと見にくいかな。え、日本今何時だ、朝の。そうそう、5時6時。もう6時。うん、6時10分ぐらいですね。あ、そうか。はいはい、はい、そう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 、日曜日だ、ね、うん。でこれをね、元に戻そうとするとね、真っ暗になっちゃうんですよね。あ、これがね、どういうことなのかなと思って、まあ、これはライトニー、これ C なの、新しいやつ、ヒップライトニー、これ、あ、本当？こっち、ちょっと待って、もう一本あるんですよ。そっち試してみてください。うん、シーナ、あ、できました。はいはい、うん、なんかね、できるやつとできないやつがあるんですよね。なんかよくわかんないんですけどね。うんうん、はいはい、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 じゃあどこに、どういう風にしましょう。今から居酒屋。どっちの方に行きましょうか。町の方に行きます。今日は少し。うん。うん。ああ、いいか。あ、はいはい。じゃあダウンタウンの方から、ハリウッド抜けて、ビバリーヒルズ通ってサンタモニカの方にこう少しずつこう行くようにしましょうか。あ、少しずつね。はいはい。行きましょう。レッツラゴーとレッツラゴー。じゃあゆうゆさんもみきさんもけいごさんも一緒に行きます。みんなで行きましょう。
外にエレスカレーターがある。シカゴにもあるんでしょ。シカゴはね、山崎館準備しながらエレベーターが、やっぱ寒いからね。ああ、はい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 、ね、あ、そっか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 。あ、だってマイナス30度 C とかあるんだよね。はい、ミツさん了解です。今日はお仕事ですね、じゃあね。日曜日、忙しい日かな、今日は。ゆうゆうさんもお仕事ですかね、今日は。お、グッモーニング、ケイスさん、おはようございます。びっくりした、英語だから、なぜかな。ピアノクラシック以外も演奏されるんですか？ラブミュージックっていうのがあります。ラブミュージック、はい、昔のなんかラブミュージック、ジョプリン、わかりません。わかりません。ラブミュージックっていうのがやられてる。ラグ、ラグ、ラグって RUG？ RUG？ RGU？ RUG？ ラグミュージック。ああ、そういう感じなんですね。こういうジャンルなんですね。ライナーのもみちゃん、ラブミュージック。それで調べたらジャンルでいろんな音楽が出てくるわけですね。そうですね。あと一番あの左入っちゃうじゃないですか、はいはい、だからトラックの人が入れるように、トラックレーンがあるんですよね。あの渋滞防止ですね、それはね。でも今走ってるこの左、一番左のレーンが2人以上乗ってたら走れないですか？ね、その先からそれになります。そうです、今日ラウンド2。その2、はい、第2回目。おはよう、もみちゃん。あ、みーちゃん、おはようございます。みおちゃんですか？みーちゃん。あ、みおちゃん、みーちゃん。みおちゃん、みおちゃんね、はい、みー小さい、いいですね。ちょっと待って、字が見えない。あの MIIO、 そうそう、みーちゃんね、みーちゃんです。みーちゃんです。地上に大当てたか。ケースワークス、姉のミキさん、おはようございます。バックコートの姉子っていうのがユーユーさんですね。で、姉子はみーちゃんの、ユーユーさんが、ユーユーさん、姉子。あ、ほんで今この看板出てきたじゃないですか。これ、そう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 、これがカープルレーンなんですけど、ただのカープルレーンじゃなくて、今ファーストトラックっていうやつに入るんですよ。で、そのファーストトラックっていうやつは、あのトランスパンダーがないと、あの課金されるっていうんですか。だからカープルが2人以上だったらただなんですけど、これがないとダメなんですよ。あ、このトランスパンダーはあれかな。うんうん、あの、なんやっけ、イリノイは使えない、これには。イリノイは多分ダメです。
これカリフォルニアのやつだから。あれじゃないね、パックさんとかは何個もついてるんですか。トリバスっていうね。あれでも全部できるんですか。いや、それはウェブステーションだけで、あと別にありますね、なんかブリッジとか。あれは持ってない。じゃあ通らないんですか。星屑じじいじじスターダスト、皆さんの春をございます。ああ、はいはいはい、通っても後から。私は原型とか大丈夫だったら。星屑じじいさん、星屑じじいさん、おはようございます。星屑じじいさんは元こちらに住まれてた、この辺に住んでた。元住人。うん、そうそうそう。ここはその2人乗りはバイクも2人乗りも OK。 バイクは2人じゃなくても大丈夫です。あ、バイクは、うん、あの1台でも、うん、1人でも OK なの。そう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 、バイクは大丈夫。そんなルールわかんないから、書いてないもんね、バイクは OK。 うん、今ね、土曜日だから全然空いてるからあれなんですけど、もうこっちダーって詰まるんですよ。そうすると、うん、だいぶ早いですよね。じゃあ四国もこんなのあるけど、うん、料金は変わんないからね。星屑さん、おはようございます。笑顔、別に一人でも OK だから。星屑さん、おはようございます。あ、でもあの、お金払うんじゃないんですか。払わないでもいいんですか。あのね、全員がもう払うから。全員が払う高速道路 で左だけエクスプレスレーンっていうのが2つ2車線あるのね。でそのラインが時間帯によって上りと下りに変化するわけ。おー、はいはいはい。じゃあこっちが反対から来るようになったりするんですね。そうそう、だからラッシュの時はシカゴ行きが多いから、シカゴ行きで、夕方はシカゴから郊外に帰る人たちのために。これ今こっち側の LX の方から入って合流してきたのか。今後ろ、真後ろ向いてもらったら分かるんですけど、あのランプがあのララランドの映画のいっちゃん最初のあの渋滞してて踊り始めるとこ、あれあそこなんですよ。それとかあの超昔のキアヌリーブスのあのバスが、そうそう、バスが飛ぶじゃないですか。あれあそこなんですよ。まだあのフリーウェイを作ってる最中にちょうど映画の撮影の時期で、あそこがね。じゃあ今はもうそこはできちゃった、ね。もちろんもちろん。そうそう、あのバスが飛んだあの場所があそこです。ここはね、その後にあの有料のエクスプレスレーンってなってるんですけどね。前はだからこれ、まあ前は普通のカンプールだったんですけどね、もう10年以上前だけど有料のそういうあれになったのが10年以上前かな、もう。でもこのトランスポンダーつけてないと捕まるわけ、あのね、何日か以内だったら金払えばいいんですよ。あのウェブサイトに、ね、それを払わなかったら、ペナルティじゃないですけど、高いやつが来るんですよ。高い、今ここ今2ドル30セントとか書いてあるんですけど、100ドルぐらい来るわけだ。そう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 。じゃあ一緒だね、しかも。もうこの辺からダウンタウン方向の方にずっと詰まるでしょう。だからね、だいぶ違うんですよ。お客さんとかにも聞かれますよね、ファーストトラックのトランスパンダーついてるかって。もちろんついてるんですけど、この景色見てるとアメリカは広いって伝わります。そうそう、車線の数がね、これもう 1,2,3,4,5,6,7 車線。やばい、今日付けになって準備できない。釘付けだって準備できない。
遅刻。いや、もう椅子のこと会社に連絡して休み。無責任なんですけど。すいませんね、朝っぱらから。ゆうゆうさんも有給ですか今日は。あ、ロスの街が見えてきたね。うん、ダウンタウンですね。ダウンタウン、はい、で、あの向こう側にハリウッドサインが見えて、で、あの真ん中のあそこがあの、はいはい、グリッシュパークの天文台ですね、あの白い建物。あ、トレイルの話ですね。うん、そうそう、近くせんといてよ。ここでも雨降ってるとあの水が溜まってハイドロプレーンするんですよ。ここすげえ、もう危ないですよ。めちゃくちゃこの中央分離帯のところに水が溜まってね。ああ、そうなんですか。うん、今日は85度ですね。ちょっと暑めですけど。じゃあスキー場とかはどの辺あるんですか？あのね、あっちの方。あ、右の方ですか？うん、そう。あそこの、あの山の、うん、あのちょっととんがった山あるじゃないですか。はいはいはい、あそこ雪がね積もるんですけど、スキー場があるのはもうまだだいぶ裏の方なんですけどね。あの山のまだ向こう、うんうん、まあでもあそこに雪が積もってるってことはスキーができるっていう感じですね。なるほど、はい、これがロサンゼルスのあのサッカーのチームのサッカー場。あー、うん、でその向こう側があのコロシアム、あのロサンゼルスオリンピックの開会式があったところですね。うん、で USC、 ここが大学。はいはい、はい、ベッカムが所属したとこですか？いや、ベッカムがいたのはギャラクシー。あ、うん、じゃあまた違うの。うん、あれはあのそれこそあれですよ、カーソンだから、あのあのモテルシックスがある方。あ、あの方ですか。うん、あっちの方なんですけどね。ギャラクシー今はもう所属やってないでしょ。うん、もうやってない、引退してるでしょ。うん、ツイッターに載せて、あのロールスロイスだったギャングの人が、あの警察の FBI の人捕まって、あそこの一番こっち側のあれがリッツカールトンですね。あそこですね。さあ、すごい映画みたいな。ねえ、なんか構えてたよね。来ないよね。本当最初何してんのかななんて、あそこにお客さんを降ろそうと思って曲がろうと思ったら、警察の人がまっすぐ行け、まっすぐ行けって言うんですよ。でよく見たら、みんなそのホテルの方向いて銃とかショットガンとか構えてて、拳銃をね。うん、結局どうだったんですか？あのね、あの俺が行った時ちょうど運転手の人が降ろされてたんですよ。で助手席に乗ってる人を降りろって言ってる最中だったんでね。でね、あの結局抵抗しないで降りたんですよね。仲良かったんですけど、あれ出てこなくて籠城したりね。もしかしてうちはもう蜂の巣っすよね、ずっと。でもあの俺もそこで、うん、改正美顔でございます。うん、それであのそこで降ろすだけだったら別にそこにあのじゃなくてもちょっと離れたところで降ろせばよかったんですけど、次に乗せる人っていうのがもう入ってたんですよ、そこから出る人が。だから遠く行けなかったんですよね。で降りる人も結局警察の人がこんなになってるから降りれないじゃないですか。だからもうなんかどこにもなんか動けないし、中途半端だよなと思って。うん、本当は動きたかったんですけどね、俺は。とっとと降ろしてもう行きたかったんですけど、でもその人らが捕まった後も結構なんかもたもた警察の人がずっとやってたから、あの
同じ建物の反対側 の JW マリオってホテルがあるんですけど、うん、そっち側にだからあの 中通っていったら行けるからって言ってそっちに行って降ろして、うん、それで、うん、乗せる人はねもう乗せないで行っちゃったそこにいたくなかったから出てこようたってどっちにしたって出てこれないから、うん、だからもうあのアクセプトしないでそのまま。よく考えたらね、あんまりあんな近いところ行っちゃいけなかったなと思ったんですけどね、後から考えたら、ね、なんか流れ玉なんか当たっちゃったらね、もうアウトじゃないですかね。これ右のあれは何ですか、グリーンの。あ、これですか、はい、あのコンベンションセンターです。あ、コンベンションセンターですか、はいはい、ちょっとくるっとそっちの方回っていきましょうか。高層ビルも作ってるんですね。うんうん、あれでもね、あそこ3年ぐらいあのまま頓挫してるんですよ。え、そうなんですか、うん、今も、うん、あのね、中国のインベスターなんですよ。あ、でなるほど、中国が3年ぐらい前からあの資金の海外流出あのストップしたじゃないですか。あ、それで工事の追加資金がなんか80ミリオンかなんか滞っちゃって、で、うん、工事がストップしたんですよ。でその工事にあのを斡旋した議員、うん、それがね結局捕まっちゃって、だから汚職、うん、だからこのビルを最初に建てさせる許可を、まあ、出した議員っていうんですか、だから金取って、まあ、コンサルタントじゃないけど、うん、あの取ってたあの議員さんがいて、あ、その議員さんが捕まっちゃって、でもう資金が来なくなってみたいになって、なんかね、だから3年ぐらいもうあのまんまなんですよ。あのまんまそうなんですよ。すごい、うん、その捕まった議員さんっていうのはね、割と話したことがあったりとかね、知ったことある人だったんですけどね。あ、そうだ、やっぱ悪い人。いや、俺らサンチョって呼んでた。あ、サンチョ、じゃ あメキシコ系ですか。うん、そうアミゴね。うん、いやいや、まだあの自宅軟禁のあのジェルじゃないけど、ジャグランギのね、そうそう、出ちゃいけないってやつ、パワーバンドかなんか、ね、うん、そうそうそう、まだ裁判の最中ですね。すごいね、それビル3年もそのまま、うん、山頂あれ山頂わかるかな、ゆいさん。山頂